そう、いいですね。右サイドスペースがある、阿部がクロスを入れてくれ、決まった。なんと後半ゲーム動かしたのは大宮アルディージャ、浦上のヘディングシュートが決まりました。少し意表をつくというかね、セットプレー、はい、まあ、クロスを入れかけ、そうでしたね、見せかけてサイドに出して、はい、このクロスの質も非常に良かったですね。阿部のクロス、浦上ピンポイントで合わせました。ここですよね。そうですね、ちょっとこれ岐阜がノーマーク過ぎたかなという感じもありますが、はい、ボールも非常に精度の高さ、よく押し込みましたよね。本当ですね、マークもしっかりついてはいましたが。